街を回ってみた感想を聞かせてもらっても？人間が多い。あちらの世界から来た君にとっては、それが何よりの驚きだったということか。この街には、客人の案内を生業とする者もいる。詳しく知りたいことがあれば、彼らを手配するのもいいだろう。いや、あとは好きにうろつかせてもらう。たくさんの情報を渡されたところで、私の故郷について話せることはそう多くないからな。歴史を歌った詩のいくつかは覚えているが、それだって真実かどうかはわからないんだ。それでもよければ、世界が闇に飲まれた原因と言われるメモリア戦争について語ろう。ああ、よろしく頼む。今は闇に沈んだあの世界にも、かつては光に満ちた穏やかで争いのない時代があったという。しかし、ある時闇の使徒が現れて、人々に幻魔と呼ばれる闇の化け物を呼び出す術をもたらした。祈りや願いによって強大な力を持つ幻魔が次々と呼び下ろされたんだ。闇の使徒がアシエンだとしたら、幻魔というのは蛮神のような存在でしょうね。お前たちの世界にも似たようなのがいるんだな。それなら、ひとたび幻魔が現れたことで戦いが始まったことも想像できるんじゃないか。戦いとなれば、弱き者が犠牲となる。世界全体を悲しみが包み込もうとしていた時、立ち上がったのがとある異能を持つ若者たちだった。幻魔のエーテルをメモリアに封じる能力持って、彼らはメモリア使いと呼ばれることになる。私の母はその一人だった。幻魔を封じる過程で強い闇を浴びてしまったことで、体内にいた私が半妖になってしまったというわけだ。つまり、あなたのような半妖は闇の反乱が起きる前から存在していたのね。では、闇の反乱はいかにして起こったのだ？メモリア使いによって世界が平和になったのなら、最悪の目も積まれたように思えるのだが。光当たる場所には必ず影が生じるということだ。世界を救ったはずのメモリア使いが、そこに封じた闇の力に見入られてしまった。信じがたいことに、彼らはメモリアの闇の力を用いて人間を魔物、お前たちの言う容易に変えることで幻魔に代わる軍勢を組織し、戦争に利用し始めたんだ。戦争の功労者が手にした力ゆえに道を誤つ、どこも同じか。メモリア使いが皆そうだったわけじゃない。そういった闇の勢力に対抗する光の勢力もまた存在していた。長じて母と同じメモリア使いとなった私もな。私はひたすら戦い、多くの闇を払った。だが結局奴らを全滅させることはできず、力が尽きかけたその瞬間、
世界が壊れたんだ。闇の反乱が起きたということ。星の光が天から消え、黒き帳が全てを包み込んだ。闇の本流は次元の壁にひびを入れ、私はなすすべもなくそこに吸い込まれてしまった。そうして次元の狭間に閉じ込められてから、長い長い永遠にも思える時が過ぎた。ある時、偶発的に開いた小さな穴を見つけて、私は狭間を脱することに成功したんだ。そして目にしたのが、お前たちも見たあの世界。何もかも終わってしまった故郷の姿だった。なるほど。だから君は半妖のまま、闇の反乱によって完全な妖異になることもなく、第十三世界に戻ったのだな。私の気持ちはともかく、旗から見たら幸運者だ。半妖じゃなかったら、あそこに戻れたところで一日ともたず妖異に食われていただろうからな。初めから終わっていた私だからこそ、終わった世界でもあり続けられたんだ。終わった世界ですって？果たして本当にそうかしらね。第十三世界はまだそこに存在していてよ。どういう意味だ？少し長くなってしまうけれど、ここ原初世界と共造世界の関係、そして世界統合の仕組みについて説明させてちょうだい。では、統合されてしまった共造世界と違って、私の世界はまだ。私たちは光に飲まれた第一世界も見てきたわ。あちらには光の巫女によって残された土地があったから、第十三世界と完全に同じ条件ではないけれど、それでも壊滅的な打撃を受けた世界に、失われていたバランスを、闇を取り戻したことは間違いない。その後、大地をめぐる属性エーテルを霊気させることでエデンを再生させた少女たちもいると聞いたわ。だったらいつの日かボイドにも希望を芽吹かせられるかもしれない。その可能性を否定できて。もちろん現段階では確証のない話よ。そう都合よくはいかないかもしれないけれど、世界の危機に立ち向かってきた経験からあなたに伝えられることはあると思うの。いや待て、さっきから何を言ってるんだ。それじゃあまるであの世界を。でもお前たちがボイドにやってきたのは、アジュダヤを探すため。危険な異界で余計なことに首を突っ込んでいる余裕などない。だが、だからといって黙って通り過ぎることができるほど元暁は物分かりのいい連中じゃない。そうだよな、相棒。
アジドヤが容易に囚われているのであれば、世界から闇を払うことは彼女を救うことにもつながる。私たちにとってそれは矛盾するものではないと思う。勝手にしろ。私は別にあの世界をどうにかしたいなんて思っちゃいない。それならそれで結構。だが私たちには妖異を倒すことができる君の力が必要だ。共に来てくれないだろうか。言っただろう。私に協力を求めるならエーテルを差し出せと。しかもお前たちはゴルベーザに目をつけられている。契約は高くつくぞ。ひとまずこれは手付金代わりだ。カルミリョーネに続いてバルバリシアも敗れたか。使えぬ奴らよ。我らをメモリアにするという力は本物のようです。竜を探しているという話も気になる。いつかここにもたどり着くかもしれんな。聖戦の時は近い。今のうちに考古の憂いは立っておくべきか。その件ですが、私に策があります。奴らを排除する妙案が。ただしそれを確実なものとするにはカイナッツォの力も必要になりますが、戦いを楽しめれば何でもいい。お前に使われるのは尺だが、頭を使うのも好きじゃねえからよ。自信があるのは結構。しかしバルバリシアの二の舞にはなるまいな。私とて悲願を果たさぬまま朽ちるつもりはございません。聖戦の礎となれるのであれば、この炎を持って喜んで我が身を焼き尽くしましょう。そうか、ならば行け。必ずや、きっと
をお耳に入れましょう。よっしゃ、久々に大暴れできるぜ。どんな犠牲を払うこともいとわん。たとえ四天王のすべてを失ってなお、私は歩みを止めてはならんのだ。我が聖戦にとってこの帝体の力は障害となる。己が加護を与えし者に撃たれる運命を呪いながら消え去るがいい。あの時の決意に誓って。そして門は開かれた。これでようやく宿願を果たすことができる。